はい、というわけで今日も元気よく社員の勉強やっていきましょう。今日は行政の役割と行政改革についてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。行政は大きな政府であるべきとの考え方が拡大してきました。これに対して行政改革を行う動きもあるという話になっていきます。それでは今回重要語句見ていきたいと思います。重要語句は5つですね、まず公務員 E、まあ、公務員が問題に出ることは問題作りからしても難しいのでないと思いますね。そして全体の奉仕者 D、財政 D、行政改革 D、規制緩和 D という形になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。まずはこの行政、内閣が持っている行政権ですね。で、この行政、実際に政治を行うときに大事になってくる人たちっていうのは、公務員と言われる人なんですね。国とか地方公共団体で、仕事をしている人、これを公務員というふうに言います。国家公務員と、地方公務員、国の行政を行う人ですね。例えば、財務省の職員の人とか法務省の職員の人、または裁判官の人たち、さらには自衛隊、このような人たちは、国家公務員というふうに言われています。国の公務員なんですね。それに対して地方公務員というのはどんな人なのかっていうと、県庁とか、市役所で働く人もそうなんですけど、他にも、警察官とか消防士とかっていう人たちも、地方公務員になっています。まあ、このような人たちが、働いているっていうことで、国の行政、政治が行われるんですね。大体合わせると300万人ちょっとということで、まあ、40人に1人ぐらいですかね、公務員として働いているという形になっていきます。はい、そして公務員はどんな人じゃなきゃいけないのかっていうと、全体の奉仕者として一部の人のためじゃなくて全員のために働かなければいけません。例えば、民間企業、公務員じゃない人たちでいうとどうなのかっていうと、自分たちの商品を買ってくれる人にサービスっていうのを行いますよね。例えばスマホのアプリとかで、まあ、ゲームをやっていましたと。で、まあ、その、何かバグがあった時とかは、そのゲームを買ってくれた人のために、ちゃんと直してあげたりとか、さらにシナリオを追加したりとかっていうことで、買ってくれた人が、より、いいサービスを受けれるように、民間の会社っていうのは、買ってくれたお客さんに対して、サービスをするんですね。なんかその道行く人になんかゲームを渡したりとかっていう、無料でゲームを渡したりということは、ないわけですよ。ただし、公務員っていうのは、国に雇われていたりとか地方で雇われていたりする人なので、誰か個人じゃなくて全体の奉仕者として働かなければいけません。はい、そしてこの公務員が働くために、必要なのは、お金が必要ですよね。もちろん橋を作ったりとか学校を作ったりとか、行政のいろんなサービスをしていくのにはお金が かかります。ただこれっていうのは限りがありますよね。なんでかっていうと、まあ国民から税金として集めたものをお金として使っているので、その税金で集めた分しか使えないわけなので、限りがあります。なので、橋をもうひたすら作っていくっていうわけじゃなくて、まあその有効に使えるように、まあ、ここには必要だけど、ここは今そんなに急ぎで作らなくてもいいんじゃないの、ここに公園がないから公園作るの必要だけど、それを100個いるのかっていうとそうじゃないよね、まあ1個とりあえず作ろうねとかって言って有効に利用するべきなんですね。はい、なので、政府っていうのは収入をどこに使うのか、ここに より使った方がいいよ、こっちの方が緊急性が高いからこっちに使うべきだよっていう風に、重要な政策をいろいろ考えながらそれを優先させようっていう風にして、今年はじゃあ橋を何個作りましょう、岐阜県には学校を何個作りましょうとかっていう風にしているんですね。このように、税金、まあ、住民とか国民から、収入を、まあ、税金として得て、それを行政サービスとして、まあ、行政、まあ、政治として、国民に返すっていうことを、財政というふうに言います。はい、じゃあその財政っていうのはどんな風に行われてきたのかっていうところで、行政権の拡大、その政治を行っていく権利の拡大について見ていきたいと思います。19世紀1800年代ですねのヨーロッパとかアメリカでは、政府の役割を最小限に抑える、小さな政府っていう考え方が一般的になってきました。はい、この小さな政府ですね、太字にはなってないんですけど、テストによく出やすいので青色になっています。小さな政府、大きな政府、何が違うのかっていうふうに覚えておいてください。まあ昔は小さな政府でいいよっていうふうになってたんですけど、現代では政府は人々の暮らしを保障するために社会保障ですね、例えば病気になったり怪我をしてしまった時に、働けなくなってしまった人に対しての保障であったりとか、あとはお年寄り、
になってしまった人、まあ年齢を重ねた人に対して、年金を払ったりとか、そのような社会保障とか、あと教育ですね、全国民に教育を行うっていうような様々な役割を担う大きな政府であるべきっていう考え方が、広まっていきました。さっきも言ったように小さな政府っていうのは政府があまりその社会保障しないとかっていう感じなんですね。まあなんていうか自己責任というか、それに対して、大きな政府っていうのは、社会保障とかが手厚い。まあもちろん、その社会保障が手厚いっていうことは、まあ税金もその分高くなりますよね。教育を、義務教育として、9年間やりますよってなると、その、義務教育っていうのは無料、無償なわけですから、その、学校を建てるための、お金であったりとか、先生に払う給料であったりとか、そういったものは税金で集めなきゃいけないので、その分税金が高くなります。なので、小さな政府っていうのは、まああまり教育とかも社会保障もしてくれないけど、まあ税金が安い。それに対して現代は、大きな政府っていうことで税金も多い分、しっかりと手厚くサービスをしますよ。働けなくなってもちゃんと、生活保護とか出しますよとかっていう制度なんですね。はい。ただ、日本もその大きな政府として、最近では、その、まあ、手厚い社会保障っていうのを行っているんですけど、まあ、日本も、この大きな政府を取り入れているんですね。日本はよくその社会保障が手厚いっていうふうに言いますよね。よく例で出るのが、アメリカとかって、病院に行くとめちゃくちゃ高い。盲腸の入院するだけで何百万円取られるとか、歯医者に行って虫歯を抜くだけでも何十万するとかっていうことがあったりします。ただ日本って、その、大きな政府がかなり手厚いので、例えば病院に行っても、実際の3割負担で済みますよとか、あと高齢者になったら1割で済みますよとかっていうのがあったりとか、例えば働けなくなった時に、生活保護っていう制度があって、まあ、最低限生活していくために必要なお金が支給されるよっていうのがあったりとか、あと働けなくなった時に、病気とか怪我とかで働けなくなった時、クビになってしまった時とかもしっかりその保障っていうのがあったりとかして、大きな政府で、非常にまあ手厚く社会保障がされています。まあもちろんその分税金が高いっていうことで皆さん一度は聞いたことあると思います。税金が高いと、最近税金を上げられたっていうことあるんですけど、もちろんそんな、ただ政府がその無理やりその国民をから絞り取ってやろうって言ってやってるんじゃなくて、手厚いサービスを行っていく代わりに税金が高くなりますよという話なんですね。このように日本もどんどんいろんなところで行政サービスをしていこうよっていう話だったんですけど、ただその役割がいろいろなっていくに従って、行政機関が行う仕事も、増加しますよね。もちろんそうですよね。その働けなくなった時にちゃんと社会保障が渡せるようにしましょうってなると、そこに仕事ができるわけですから、もう働けなくなったやつなんか知らんっていう風に言ってしまえば、その仕事はなくなるわけですから、大きな政府はその分仕事が増えますよってなると、公務員の数とか財政の規模っていうのが大きくなっていくんですよね。さらに国会で制定される法律だけでは社会の細かいことに対応できないっていうことで、行政が一つ一つ判断するっていうことも必要になっていきます。なので仕事は多くなって、それを細かく見ていかなければいけないっていうことで、行政がちゃんと一個ずつ判断していかなければいけないよっていう話なんですね。はい。さらにはその公務員の役割として、法律の制定などでも専門知識を生かして法律案作りを助けるっていうことを、重要な役割を果たしています。前の国会の授業でもやったんですけど、法律案を作るときに国会議員がこの法律やりませんかっていうのもあるんですけど、内閣が出す法律案っていうのもあったりします。その内閣っていうのは専門の国土交通省とかで働いている、もう何十年も働いていた、その道路とかに関することの専門家の公務員の人たちが、大臣この法律必要ですよっていう風に言って、その、内閣で話し合いがされて、あ、確かにこの、道路に関する法律必要だよねっていうことで、国会に出すっていうことで、この公務員の人が、その、法律を作るのにも大きな影響を与えていますよっていう話なんですね。教科書には、その法律案の数っていうのが書いてあります。議員立法ですね。国会議員が出した、法律っていうのは、160個出して、だいたい10個ぐらいしか通ってないんですけど、2017年、この内閣が出した66の、法律案のうち、63個が、通っているっていうことで、出された数は、国会議員からの多い方が多いんですけど、内閣から出された議員の方がほとんど、採用されるっていうことは、つまりそれだけ必要な政策、専門的な、法律案の案を出しているっていうことなんですね。なので公務員は欠かせませんという話です。
はい、ただそうやってどん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 膨らんでいってしまって無限に増え続けるのかっていうと、そういうわけではないんですね。政府の役割っていうのが広がりすぎる、つまり大きな政府がどん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 広がっていくと、企業などに任せられる仕事でも実施してしまうわけですね。これは国の仕事でじゃなくていいんじゃないのっていう仕事もやってしまうこともある。他にも、公務員の問題として法律を、確率的に当てはめようとして柔軟に対応できない、これよくありますよね。お役所仕事とかって言われるものですよね。いやいやこれぐらいいいじゃんとかっていうのも、いやいや法律がこうなのでとかっていう風になってしまったり、まあそれも確かに必要ではあるんですけど、もっと柔軟に行こうよっていう話も出たりしています。他にもそれぞれの利益を優先する縦割り行政っていうのも問題になっています。縦割り行政っていうのは、例えば教科書にも例があるんですけど、幼稚園と保育園の違いみたいな感じですよね。管轄が違うわけですよ。文部科学省が、幼稚園、厚生労働省が、保育園っていうのの管轄をしている部署なので、同じようなその施設じゃないですか、その子供を預かるっていう仕事、なので、仕事内容としては同じなんですけど、それぞれ免許も違って、幼稚園教諭と保育士みたいな試験が違って、その逆の側で働けないと。いやいやもう保育園で30年働いていますっていう人が、じゃあ幼稚園で働けるのかっていうと、いやいや免許が違うんで、そもそも管轄が違うんで、とかっていう風になってしまうっていうのが、縦割り行政の問題なんですね。他にも、例えばその、道路とかを直すときに、その道路を直しているときに、ここから先は別の管轄なので、今日工事することはできませんよって言って、わざわざ次の日に来てそこを直さなければいけない、いやいやもうそこはもう同じ作業なんだから連続でやればいいじゃんっていうふうに言っても、縦割り行政だといやいや管轄が違うんでとかって言って手間になってしまうっていうことがあるんですね。これは良くないよねっていうところで、もうちょっと効率的、無駄をなくして効率的なことをしていこうよっていうことで、行政改革っていうのが最近行われています。もちろんこの行政改革の背景には、財政において最近収入よりも支出の方が多くなっているんですよ。どん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 手厚くいろんなところに、行政サービスを送ろうってなっているので、その国民から集めた税金よりも、つまり赤字状態ですよ、多くの支出をしてしまっているっていう状況がありました。なので何とかしなければいけないよねっていうことで行政改革が行われました。他にも行政が企業に出す、許認可権っていうのを見直す、政府がその許可を出している仕事とかってあるんですよね。例えば、タクシーとかって、個人が勝手にやっちゃいけないんですよ。そのしっかりと許認可、OK ですかっていうのを出して、そのタクシー専門業者の人がやっているんですけど、いやいや最近なんかライドシェアが増えてきて、それももうどんどん自由にやったらいいんじゃないの、自由に経済活動したらいいんじゃないのっていう規制緩和とかが、あったりします。他にも、効果が上がらない政策の見直しも行われているっていうことで、そのどん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 大きくなっていったその国がやるべき仕事じゃないこととか、無駄な仕事、効率的ではない仕事を行政改革によって改革しようという話になっています。特に昔から行われているのはその民営化っていうのをよくされてますよね。国営企業だったのが、民間企業に変わるということで、例えば今 NTT とかっていう会社とかも、昔は電電公社っていう国が管理しているものだし、あと JR っていうふうに現在企業があるんですけど、この JR も昔は国鉄だった、郵便局も昔は 国営だったのが民営化されたっていうことで、どん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 民間企業にお任せしましょうとか、あとはもう効率的な仕事をしていきましょうよ、縦割り行政とかやめましょうよっていう話になってきています。はい、というわけで今日は行政の役割と行政改革についてやっていきました。行政を行っていく中で大事なのは、公務員なんですね。公務員がその専門的な仕事を行うことで行政がより円滑に行われる。公務員というのは全体の奉仕者として国民のために、地域の人のために、仕事を行っていく必要があります。その全体の奉仕者である公務員が行政をやる、収入を得て、税金として収入を得て、それを行政として、市民とか国民とかに、サービスを渡すっていうのを財政というふうに言います。昔は、そんなね、政府がいろいろやらずに、あとはお任せでという感じで、小さな政府っていうのがやって、行われていたんですけど、いやいや、ちゃんと困っている人とか、何かあった時に、その政府が、行政が助けてあげるような仕組みにしていかなければいけないよっていうことで、大きな政府に、どの国も変わっていった。しかし、どん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 その、
政府が大きな政府を広げていって何でも仕事をしているとどんどん仕事が増えて支出が増えていくことになります。これじゃあ良くないよねっていうことで行政改革っていうのが行われていて、規制緩和をしましょうと。ここはもう政府がいろいろ口出しするんじゃなくて自由にやってもらいましょうとか、あとは縦割り行政やめましょうとか、あとはその、まあ、無駄なそのことをやめましょうとかっていう風にして、さらに、まあ、質の高いサービスを行えるように、取り組みが行われています。